ゆりえでーす。なみでーす。第1回ボードゲーム大会、イエーイ。そう、持ってきました。じゃじゃーん。美容系 YouTuber だ。あれ、なんかコーラのマーチあんだ。キャット&チョコレートー。コーラのマーチ。コーラのマーチ遊ぶんですか？え、これ、私が説明しない方がいいんじゃない？あ、簡単に言うと、うん、デュエルみたいな。え、私は遊戯王カードの認識だけど合ってる？ほんと、うんうん、そうそうそう。まあ、そういうことよ。手持ちのカード使って、困難を乗り越えようっていうゲームですね。ペガサスを倒そうみたいな。そうそうそう、そう。デュエルって、うん、あの、俺のターンつって出すのね。そう、出して乗り越えるっていうゲーム。まあ、大喜利の要素が強いかな。全然変わってくるんだけど。楽園編と、幽霊屋敷編。キャット&チョコレートって明らかにその場面で使えないようなカードとかも入ってるんだけど、それをなんとか使って、困難を乗り越えなきゃいけない。例えばこれ、ダダンダダン。は？オタクだとバレた。地獄じゃんみたいなね。こういうね、地獄だよね。そんなハードな、こういう、まあ困難な状況が待ち受けてる。この横にね、これ2って書いてあるんでしょ？そうだね。手持ちのカードをマックス3枚手持ち配られるんですけど、うん、まあ、なんかそういうアイテムカードマックス3枚持ってるやつの中の2つ、この場合は2つを使って回避しましょうっていう、まあなんか説明するよりやるのが早いので、案ずるよりね、そうそうそう、運が易しと言いますしね。じゃあやってみましょう。この山をとりあえずね、うん、じゃあこのまず山を置きますね、うん、この切ったこっちのアイテムカードの方を3枚ずつ。じゃあ、ゆりえさんから始めようか。はい。じゃあ、まず、状況が書かれてる方の札から。ここが1枚引いて。1枚ずつなんだ。そう、引いていただいて。ネットに個人情報が流出した。っていう状況を、この2つのアイテムを使って回避してください。ネットに個人情報が流出した。それを今、警察のカードとかないの？ないの？警察なかった？ないね。あ！二つ？必ず二つ使わなきゃいけない。いや、ちょっと待って。つなぎ合わせる。ああ！AKB48 の、うん、エブリデイカチューシャ、はいはいはい、エビカツ、そう、エビカツの、うん、DVD の円盤を見ながら忘れる。これはありなの？現実逃避するってことか。現実逃避する。あー、なるほど、なるほど。これ回避してるの？なるほど、これで、あの、実際は、あの、他のね、たくさんいるメンバーが回避できた、回避できてないみたいな判定をして、ジャッジするんだけど、三つ目が、うん、アルコールランプなんですよ。なんか、燃やすしか出てこない。ね、そう、燃やすしか出てこないからさ、あんまり使いたくないじゃん。確かに確かに。その辺、あの、節度がある。我々、YouTuber の。これほど。で、その、今使ったカードを戻して、うん、新しくその使った分のカードを、引く。引いて、そう、手持ちにします。続けて、いきまーす。はい、ペン。ダダン。バイトの面接に受からない。何回も出したってことなのかな。で、これを2枚使って回避してくださいっていうことなので2枚使うんですけど、うん、バイトの面接に受からないってことは、うん、受からない理由があるんですよ。おー、確かに。で、まず鏡の前に立って、うん、おや、つけまつげが取れてる。なんか、そうね。多分ね、面接の時ね、つけまつげとかがこう取れなくっちゃってて。そうね、今回ついてるけど、もしかしたら、面接の時つけてなかったかもしれないね。そうそうそうとかね、まあなんか、うん、きっとそこら辺が気になっちゃって、多分面接官もなんか、うん、なんかこの子大丈夫かなってきっと思っちゃったから、ね。なるほどね。うん。そう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 。っていうのもあるから、まあそこをまず直そうと。で、まあ、それでもダメなら、うん、まあ、買ったナイフ突きつけようって。あのさ、いや、無理だったんだ。あれ、じゃあ、まあ、ちょっと、私が今ちょっと早とちりした、うんうんうん、そのね、どこに突きつけるかにもよるじゃん。髪髪にね、こうえいって破くだけか。そう、そこちょっと説明もうちょっと。喉元に喉元にカッターナイフ、ね、うん、急所
そうですね。ピー入れますので、はい。ピー入れましょうね。はい。ひょっと。ででーん。あー、ほっくりさんに疲れた。そんなのがあるんだね。2個使って回避ですね。こっくりさんの導き以上のものをやればいいわけだから、我々には科学の力の、そう、下敷きを使って静電気で指を、まあ、紙でも紙を動かしてもいいんだけど、紙の下に下敷きを敷いて静電気で回避するという方法を取るか、あらかじめ、紙にね、レモンの果汁で、こう、はいはい、他の言葉を書いておいて、アルコールを炙り地に出して、ちょっとコックリさん混乱させる。なるほど。え、私が選んだ言葉じゃないぞみたいな。あ、そうそうそう。そうだから、あに、なんか誰々の好きな人教えてってなって、例えば、ほなみっていう名前をコックリさんがね、だから、ほに行くわけよ、充電なのも。でも実はそこ、ほじゃなくて、炙り地でぼだったみたいな。点々がついてたみたいな。え？ぼって誰？みたいな感じの、ちょっとコックリさんをそうやって困惑させる。なるほど。で、帰っていただくという。ああ、なるほど。はい、では次行きまーす。ババン、タタン。突然担任が切れた。あるねー、あるー。なんかさ、急にさ、これまでニコニコしてたのに、急に切れ始める担任いるよね。2枚で。じゃあ、突然担任が切れた時、どうしますか？まずやっぱ、切れちゃったらなだめなきゃいけないと。まあ、待てと、はい、ギターを使って、みんなで、合唱をする。あ、音楽療法ですね。まあ、この先生多分音楽、あんま好きじゃなかったのかもしれない。うん。あんまなだめらんなかったと。うん。そこで、チョコレートの、銀紙に、キーってやって、黒板とかにキーってやってもいい。キーってやって、うるせえってこっちからやる。うん、これです。やだん。窓ガラスを割ってしまった。蔵があるんだけど、うん、蔵の窓ガラス、家紋入ってる。ああ。雪国生まれで、屋根こう、つらら下がってて、あれを固めた雪玉投げて、つららを落とすっていうのをやってて、まあ、結構うまくいくんだよね。で、それが楽しくて、でも忘れてたの、後ろにその窓ガラスがあったことを。神様って不思議なのがさ、1回2回は成功させんだよ。で、忘れた頃に、ポンって投げたら、あ、窓ガラスじゃん、みたいな。ラブレターを置いときます。はい。家庭教師からの。家庭教師のせいにします。犯人をなすりつけるためにラブレターを置いとく。割った窓ガラスの中に、あ、なんか手紙があるって言って、開けたら好きですっていう、バイ家庭教師って書かれたラブレター。おー、やばいやつだ。ラブレター。手紙だけ。次ー。次ー。でね。転校生に人気者の座を奪われた。あのみちゃん、転校の経験ってあるの？ない。転校生は来た？来た。転校生だからなんか仲良くなりづらかったみたいなエピソードもないくらい、割と普通に転校生がいっぱいいた。なんか思い出ある？なんもない。じゃあ、行っちゃいますね。あ、わかりましたか。はい、どうぞ。ガムテープで口塞いで、モデルガンで踊って。なんでそんな物騒な方に走るの？じゃ、それしかない。そうさ、私もさ、今手持ちのカード見て思ったんだけど、なんでほのみちゃんそんな物騒なカードばっかり言ってんの？頑張って考えて、ガムテープで口塞いでモデルガンって発想が浮かんでるだけなのよ。フォローしてくれてる。はい。じゃじゃん。あ！遠藤、あ、遠藤！ということで、これでラストになります。終わります。どんなんあったっけね。さっきのと、あと、家庭教師のラブレターを置いとくっていうのと、音楽療法のやつでしょ。そうだ、銀紙使ってキーってやるっていうのと、コクリさん、炙り地と下敷きの静電気を使うっていう。面接に、あ、つけまつげをなんかどうにかするのと。違う、カッターナイフだよ。あ、そう、カッターナイフで、あれするっていうやつ。やつと、一番最初何だったっけ？個人情報がある、でも、エブリデイカチューシャの DVD を忘れるっていう。現実、え、これがなんか、個人的に一番良かったような気がする。
トナミちゃんのさ、いや、全部さ、バイオレンスネタでさ、消されてんだよ。もう物騒なネタしかなかったわ、ちょっと。ちなみに今持ってる、回避カードっていうの？うん。何あった？はい、これですね。ファッション誌とミントタブレットって全然物騒じゃないでしょ？ほんとだー。なんでだ、私なんかモデルガンとか買ったのよ。そう、カッターナイフガンガン出てるとかさ。あれ、おかしいなっていう感じでした。